剣山とは、徳島県に位置する標高1955メートルの山で、西日本で2番目に標高が高いです。古くから霊山として山岳信仰の対象とされており、剣山で修行をする修験者はたくさんいたそうです。皆さんは、剣山に眠っているソロモンの秘宝伝説をご存知でしょうか？都市伝説好きの方なら一度は聞いたことがあるかもしれませんが、実際のところ詳しいことはわからないという方が多いと思います。今日7月17日は剣山本宮山頂大祭があります。このお祭りはみんなで担いだおみこしを剣山山頂に運ぶ儀式があり、なぜそういう風な名残が残っているのか不思議でなりません。山頂にみこしを運んでいく、そのみこしの形状がアークの性質とそっくりなのです。また旧約聖書に登場するノアの大洪水でノアがアララト山に降り立った日も7月17日です。さらに7月17日は京都で祇園祭りが開催されており、みこしを担いで移動するみこしと担い手は剣山との祭りと酷似しており、まさにアークを運び出す姿そのものです。大剣神社に到着しました。神社広報の御神体である大剣岩は迫力があります。
浦が過ちを犯さる罪に汚れあらむをは払えたまえ清めたまえと直すことを少しなさとマスコミに終わりいたします。剣山本宮宝蔵石神社です。この下にアークがあるとか埋蔵金が隠されているとかミステリーが漂う風景です。またかつてイスラエル王国が滅ぼされイスラエルの失われた十氏族が世界から突然姿を消しました。どこへ行ってしまったのでしょうか。ある説では失われた十氏族がシルクロードを通って剣山に来たのではないかという説もあります。剣山系の山々には日本人とは少し顔立ちが違う鼻の高い人物の伝説が数多くあります。その伝説の一つが阿波富士と呼ばれる高津山お高津山伝説、またその天狗が道案内役となった猿田彦伝説など数えきれません。ユダヤ人と現地の人々が混ざり合い剣山系から日本の文化は始まっていったと考えられます。また剣山の麓にも岩坂神明神社、栗城八幡神社、大和大国玉神社などまだまだミステリーがあります。剣山の麓に剣神社があり富士登山ができた報告をしました。徳島は熱中症アラートが発令していましたが山の上は涼しかったです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。